はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ですね、まあ、ちょうど1年前ぐらいですね、まあ、人生で初めて内視鏡をしました。まあ、骨髄移植の副作用でね、下痢嘔吐を繰り返している時にですね、体の中の粘膜障害をね、調べるためにやりました。まあ、内視鏡は分かりやすく言うとですね、胃カメラですね。胃カメラはまあ口から長い管をガーッとこう胃の中まで入れていきますけども、まあ、しかしね、当時はね、胃カメラだけじゃなくてですね、腸の中も見るという事態になりましたね。まあ、お尻から入れるんですけども、まあ、出すとこからね、入れていくことを想像すると、まあ、怖かったですね。まあ、でもね、しかしね、まあ、それら内視鏡をするにあたってですね、やらなければいけないことがね、あります。まあ、それはね、胃とね、腸をね、の中をね、綺麗に洗う特別な洗浄液をね、前日の昼間からね、当日の朝までにね、2リットル飲むことなんですよ。まあ、ただでさえ下痢嘔吐をね、繰り返している時にですね、まあ、洗浄液を2リットル飲むことがね、まあ地獄でしたね。まあね、お水やジュースを飲むと吐いてたんですわーってね。まあ、なぜかその洗浄液だけは吐けないんですよね。まあ、ちゃんとね、胃を通って腸を洗浄してですね、トイレでちゃんと出てくるんですよ。まあ下痢なんですけどね。まあ、しかもその味がね、めっちゃまずくて耐えられませんでした。まあ、粘膜障害というかその味覚障害もあったんでね、耐えられなかったですよね。まあ、それにね、2リットルなんてね、無理やり飲まないとね、なくならないわけですよ。まあ、人間ってね、みんな喉が渇いたと思わないと、飲み物を飲もうと思わないじゃないですか。入院中ってね、何もしてないからね、なかなか喉も乾かないんですよね。なので、まあ、過酷でした。結果ね、1リットルで勘弁してもらいましたけども、まあ、辛かったですね。まあ、あの味をね、思い出す飲み物がね、実はあるんですけどね、まあ、某スポーツドリンクなんですけどね、まだね、その味はね、飲めないです。まあ、軽くね、トラウマになってるんですけども、まあ、スポーツドリンクもね、今はね、飲まないので、別にいいんですけども、まあ、あれ系もね、結構糖分が高くなるのでね、まあ、今の僕の体には、まあ、ちょっとね、糖分を控えるようにと言われてますんで、まあ、ちょっとの間飲まないと思います。まあね、スポーツとかしたらね、飲むんでしょうけど、今は全然スポーツもしてないんでね。まあ、そんな感じで今日はね、辛かった洗浄液のお話でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。